太子です。プリンセスリーグ選手紹介 B ブロック、今回は野沢ゆかりプロです。するしない、ゆかにょん来た来た。さあもう、はい、強いの知ってるゆかにょん強いの知ってるんですけど、いやいやいや、私は本当に弱いの知ってますね自分は。いやいや、おかしいおかしい。あのね、女流最高位決定戦に何回残りました？4回ですね。4回でしょ。4回残ったら1回優勝してもよくないですか？まあ、確率的に言ったらね。なかなか引けない、準優勝ののぞえって言われる。それが弱さなんですね、本当にね。それはどこがどうっていうのあるんですか？ありますね、やっぱり4回やってると分かってくるんですけど本当に、ね、年数かけて気づいたと思う。そうそう、なんかね、やっぱりね、配信放送が苦手なんですよ。なのでやばいじゃん、プリンセス。そうなんです、全部放送でも、そう、なんかが経験していくうちに少しずつ慣れてって、うんうん、まあそんなにこう意識しなくはなったんですよ、これでも、うんうんうん、で、まあ、しかも今日っていうか、うん、今回すごい放送久しぶりなんで、うん、ちょっとどうなってるか分かんないんだけど、自分がね、うん、そうまずカメラを意識しない、しない方がいい。そうだよね、うん、そう、それは本当に気をつけます。ガチの悩みじゃないですか。そう、ごめんごめん大丈夫、意気込み聞く前になんかもうなんかちょっと診療所みたいな、ね、そこが一番自分で心配なんだ。そう、不安不安、本当に不安、怖いです。もう本当にどうしたらいいんだろう。私もカメラ結構気にしちゃってた系男子なんですけど、うんうん、最近はもう顔にも出ちゃうぐらい。それやっぱりよく出てるかじゃない、やっぱ慣れるんじゃない。じゃあ普段から自分を撮ってればいいんだ。やだやだ、無理無理こう対局っていうか、どう、ね、自分の打ち筋とか撮ってればいいんだ。あ、そうだね、もっとそういう風に出てる自分を見るの大事かもしれないね。でも私見ないですよ、自分が出てるやつ基本的にあんまり。あ、うん、後で見返したりしないの。あ、麻雀は音消してみます。だからコメントも解説とかは聞か、あんま聞かないです。そうなんだ、うん、なんかコメントも見ないし、傷つくから見ないし、解説のあーだこーだやってるとブレるからとりあえず一回見て、ここダメだったかなって人はところは、あの、自分の教わってたりこう信頼を受ける先輩とかにどうかなって相談する。ジャンプが似てる人、まあ、村上純なんですけど、で相談するとかにしてます。でなんかね、いい、あのね、カメラね気にしないの、なんかね、私はね、あのね、この映像は誰も見てないって思う。カメラ置いてあるけど、うんうんうん、これ誰も見てないっていつも思ってる。私さ、今日来る時にさ、またガチなんだけどさ、うん、こう来る時に、あの、前回の見れなかったの、オンタイムで見れなかったから、タイムシフトで見たのね、見たのね。やればいいのね。そしたらさ、出るじゃないですか、あの、何人見たか。どんなどんばんで見たの？私わかんない。最初にダーって並んでるとこに書いてあるんだもん。書いてあったの？そしたらさ、ダーって並んでるとこの一番多かったの、うん、人数が、うん、やだこんなに見てると思って。それがもういらない情報。今回0人です。そうです今回ただちょっとカメラが横に置いてあるけど、あれ機材トラブルでついてません。わかりました、うん、ありがとうございます。そう思えば結構、あ、誰も見てねえんだって思う感覚でいくと、うん、途中で鼻もほじれるし、もう全然何しても大丈夫って思ってできる、うん、そうだね。そうそ そう誰か見てると思う。そう、それがいけないんだと思う。麻雀がね、よそ行きみたいになっちゃうの。よそ行き麻雀になっちゃってるの。もう本当それがダメなの、分かってんのでも普段のバランスからなんか結構王道というか、なんかいやいやいや、ちょっとね、や、普段っていうか、その、例えば仕事で打ってる時とかに比べると、うん、やっぱりだいぶどう変わっちゃうんですか。引いてる、引いてる、受けが多くなるんだ、うん。もう、ま、全然こんなとこでなんで受けてんのって自分で後で見て思うぐらい受けてる。そうな、じゃあもうちょっと攻め気味が自分のスタイルなのに、なんかちょっと気使って打ったら嫌だみたいな感覚が多くなっちゃってるんだ。わかります、その症状にもまたいいアドバイスあってそれね、一回先にもし自分のスタイルとして打っちゃったとするじゃないですか、うん、で打つことがちょっと悪いことみたいな気持ちになるんですけど、うんうんうん、それはいらなくて、うん、打ってもしラス目に途中立ったとするじゃないですか、うん、これでまくったら超かっこいいなって思う。あ、なるほどね。とこれなんか演出も込みで、うん、全部自分を盛り上げてくれる材料だって思うようにしてます、ラス目の時いつも。分かった。そうだから体感だと4万点差まではそのテンションでいける。あ、本当？そう、分かった5万点離れるとちょっとトップは無理かなって思うんですけど。私後輩見習います、うん、そのねテンションすごい。でも確かに大事だから今日はなんか打っちゃったらこれまくったら私かっこいいわとか思ってやると、うん、なんか前回負けたんでしょ。あ、もう全然気にしないですねじゃあそれをね、じゃあ今日だから最初だけ触りだけ見てきたの、うん、あの電車の中だけだったから、愛子がめっちゃ押してるとこを見てきて、なんか言われた、すげえ押してんじゃんと思って、やべえやつだったね
見習おうと思って反省と思って打ったら打ったでまあ、ね、12回あるんで、ね、今回は特に決定戦とかね2回とか4回とか少ないハンちゃんだけど、うん、なんでこんなアイコライブル励まさなきゃいけない同じブロックだわ本当だわ本当だってどうだかありますからね、そうだよね、よろしくお願いします、お願いします、ね、プリンセスリーグに選ばれたこの気持ちってどうですか。いやもう本当にね最初私そんなん出ていいのってちょっと思っちゃったんですけど、なんでそんなおかしいよだって結構みんなタイトル持ってる人ばっかじゃん、今日もそうなんだけどノンタイトル今日とか私だけでこんなとこに私呼んでいただいてと思ったんですよ。でも考えれば考えるほどありがたいなと思って、うん、こんなチャンスもう来るか分かんないし死んじゃうの大丈夫そうこれね呼んでもらったことにねそんな引け目を感じることもないしないないないそうあの本当にありがたいなと思ってこのチャンスをなんとかものにしようと思ってます。あんまり頑張ってほしくないですけどね思いますでは見てくださる皆様に意気込みをお願いします。はい、はい、放送対局久しぶりです緊張もしてると思うんですけど応援していただけると嬉しいです。頑張ります、よろしくお願いします。はい、ゆかにゃんでした、バイバーイ。